フリーポート駅はアメリカ合衆国メイン州フリーポートデポロード23にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。メイン州南岸から数マイルのところに島々が点在するカスコ湾に望むフリーポートは東部ニューイングランドで最も人気のあるショッピングゾーンの一つにして多数の店、ブティックやレストランがあることで知られている。 2012年11月1日に開業したフリーポート駅はイーストメインストリートから数ブロックに位置しており賑やかなショッピングセンターに隣接している。当駅は霧妻の屋根を備え明るい照明が居心地の良い環境を醸成している待合所と障害を持つアメリカ人法に準拠したコンクリートのプラットフォームで構成されている。 当駅を通るブランズウィックへのダウンイースター号の延伸は、成り物入りで2012年11月1日に開始した。この延伸は、最終的に2009年アメリカ復興、斎藤司法の下での予算で、連邦鉄道管理局の高速インターシティ、旅客鉄道プログラムによって可能になった。ダウンイースター号のビジネスマネージャーとして働く北部、ニューイングランド旅客鉄道公社は、 2010年にハシプの助成金を申請し、3530万ドルと後で追加の300万ドルが交付された。メイン州はプロジェクトに約300万ドルを拠出した。資金はポートランドとブランズウィークマ約48キロの36箇所の踏切、信号、カルバート、線路改良の改修工事に費やされた。 ブランズウィックとフリーポートの新しいプラットフォームはメイン州によって支払われ、その設計と建設はメイン州運輸省によって監督された。アムトラックの停車する列車は下記の通り。ありがとうございます。